のここでございます持続化給付金をね、えー、再給付してほしいそして特別定額給付金再給付をお願いしますと第3次補正予算に対していろんな要望があると思います私も毎日ね、えー、コメントをいただきながらメールをいただきながら皆さんの思いっていうのはしっかりと受け止めてます残念ながらでもね私の方にメールをいただいてもあまり国は動かないんですよぜひね官邸の方に権力者の方にメールをガンガン送ってください人によってはですね頭の固い 麻生財務大臣がもう出さないって言ってるから出ないよっていうふうに言って諦めてる方もいますけども諦める必要は全くないです。我々国民が諦めた時がそれが権力者がその意向を決定する時なんですよ。ですんで私たちがね出してくれと言えばその声が10万100万1000万になればこれ出ますよ。でもそのための行動してないでしょ。で官邸にメールをするみたいな簡単なこともやっぱりしてない人多いんですよ。しかも一回するだけじゃダメですよ。本気なら毎日やりましょう。 私は毎日動画更新してます。それよりも手間は少ないはずなんですよ。メールね、送ってみてください。じゃあ今日はね、いろんなあ方法で官邸にどういう風にね、食い込んでいくか。麻生太郎事務所にどう食い込んでいくか。そして菅義偉事務所にどう食い込んでいくか。この辺をちょっと画面を切り替えながらお伝えしたいと思います。じゃあ画面切り替えますね。はい、まずはね、頭の固い麻生太郎事務所ですけども、電話番号書いてますよね。 0948-25-1121こちらの方に電話かけて講義をすればいいんじゃないですかそして事務所も吉原の近くにありますねウェブサイトもありますよね右側見てください住所も書いてますよこれここに訪問すればいいんじゃないですか電話番号もありますしねうんメールも送ればいいんじゃないですかそして麻生太郎オフィシャルサイドっていうのもありますよここクリックしてみますよそうするとこういう風に出てますよねこちらの方に 手紙、内容証明送ればいいんじゃないですかこちらの方も電話もできますよ。いくらでも連絡方法あります。ね。メールもできますよ。うん。いくらでも方法あります。それだけのことをやって、うん、結局国は動かなかったって言ってるのかどうかですよ。麻生さんだけじゃないです。はい。菅義秀事務所もありますよ。ウェブサイトもありますよね。電話番号は出てます。郵便物もこうやって届きます。なんなら訪問したっていいですよ。うん。問題払いは喰らいませんから。行ってみてください。 ね。こういう風に、菅義偉事務所もあると。電話番号もある。そして、官邸にメールもできます。官邸メールアドレスで検索すると、ご意見募集ってあるでしょほら。ここに、第2次定額給付金って書いてくださいよ。ね。で、内容。私の給場はこうですと。税金も払いませんと。国に貢献することができません。ここで一発5万、10万と言わず20万、30万、配布してくださいよと。書けるじゃないですか、これね。で、送信を送ればいいんですよ。簡単でしょ え、簡単だろじゃないですけどね。簡単でしょうんで、次。これ見てください。もしね、菅義偉事務所、そして麻生太郎事務所が遠い方、地方の方、私が住んでるところは広島県の福山市ですけども、自民党事務所、福山で検索すると、3件出てくるわけですよ。ね。で、こちらの方に、ちょっとね、バスかタクシーで、もしくは自転車で行ってね、この事務所に、あなたの声を届けてみてください。そうするとね、自民党の事務所から、 こういった議員さんからね、私の地元ではこんな声上がってますよっていうふうに連絡行きますから。やることはね、まだまだありますよ。うん。はい、ちょっとね、一例を申し上げましたけども、このぐらいのことは誰でもできるんですよ。で、誰でもできることをやらずに腐っててもしょうがないんですよね。だって、5万円とか10万円欲しいわけじゃないですか。15万円欲しいわけじゃないですか。どのぐらい本気で欲しいのかってことを考えたら、今私がお話したことぐらいは、 調べて行動に移せると思うんですよ。いや、これすらせずにね、お金が出ないとか言ったら、それ出ませんよ。逆の立場ってはどうですかね。どっかで誰かが5万くらい10万くらいって噂してるもの、そのレベルで、はいどうぞってお金あげる気になりますならないですよね。そうじゃないんですよ。やっぱりね、手紙が届く、メールが届く、毎日のように誰かが来る、そして、本当お願いします、お願いしますって言ったら、今、心動くじゃないですか。うん。そして、国には通貨発行権がありますから、くお金を配るなんて簡単なんですよ。 本当に。お金を、こう、することもいらないんですよ。ただ、電子送信するだけですから、口座に、はい、5万、はい、10万ってやるだけなんですよ。で、国債残高増えても全く問題ないです。だって国債なんて、返す借金じゃないですからね。国債ってのは財政出動なんで、積み上げておけばいいんですよ。それこそ人類滅亡の日まで国債ってのは、何十兆円になろうが、何慶円になろうが放置していいんですよ。全然問題ないです。で、そういったことを原理原則をね、やっぱり私たちはもう一回知らなければならないと思います。 国債ってのは無限発行が可能なんですよ。もっと言ったらね、無税国家ってのが日本は可能なんですよ。国民から税金を集めずにも国は運営できてます。だってね、国の予算って毎年100兆円ですよ。50兆円しか税金集まってないんですよ。残りの50兆円って毎年毎年国債なんですよ。これ返せるわけないじゃないですか。で、返す必要ないんですよ。これは借金ではないんですよ。国債ってのはね。国債ってのは借金と思わされてるとこがまず間違いです。これは通貨発行なんですよ。 世の中に50兆円をばらまくことによって多くの方が経済活動を起こすと。だから税金の徴収の必要はないです。ただね、税金にはお金を集めるという仕組みの他に、景気の抑制っていうね、ちゃんと別の役割があるんですよ。だから税金をなくせってことじゃないです。極端な話、し税金がなくても国は運営できるけども、税金はやっぱり必要なんですよね。税金っていうのは所得の再分配っていうふうにして、えー、たくさん稼いだ人からあまりね、収入のない人に配ることによって、国を一定のレベルに保つ役割があります。 そしてですね、例えば消費が過熱してものすごくね、あのー、人がねもう物を買いまくってそして生産する人が少なくなるそのバランスがあると思うんですよそうすると消費税っていうのが登場します消費税っていうのは景気が良すぎるときにあの物の物価が高くなることを抑制するために設けるものなんですよだからデフレ化の現在にやるべきことではないんですよねもうちょっと分かりやすく言うとですね例えばね特別定額給付金毎月毎月100万円全国民に配ったらどうなると思います 働く人がいなくなりますよね。だって100万入ってくるんだから。トラックのドライバーさんもいなくて、コンビニで働く人もいなくなっちゃって、それは時給1000円で働く人なんていなくなりますよ。スーパーも全然閉まっちゃいます。そうすると、販売者が少ない、生産者が少ないんで、商品1個あたりの値段がどん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 上がるでしょ。そうすると、毎月100万配られても足りなくなっちゃうんですよ。物が高くなるんで。これがインフレです。これを抑制するために、消費税っていうのをかけていく。そして、特別定額給付金も、 インフレ率を超えない程度に、やっぱ分配する必要があるんですよ。ね。そうすると無限に分配すると働く人いなくなっちゃうんだよ。だからやっぱりね、中にはね、あの、支払いが足りないから、もしくはもっともっと豊かな暮らしをしたいから、お金を稼ぐために働くって人も残さないといけないんですよね。そうすることによって、景気っていうのバランスが取れていくっていう仕組みになってます。まあ、いろいろと申し上げましたけども、とにかく官邸の方にメールを送ってみましょう。で、なんと言いますかね、やれることはやっていきましょうってことですよね。 うん、最悪の状況であるからこそ最善の方法を取っていきましょうってことですね。では、今回は以上です。